主導権を握っているのは福岡。LJP クインサイドを自ら切り込んでいきました。この個人技があります。さあそのローソンから LJP ク決まりました。さあ LJP クトップの位置からスリーポイント決まった。LJP ク決まりました。非常に角度のある難しい位置でしたが、自ら個人技行きました。わーっとこれはすごい個人技。佐々木流星から LJP くん、また個人技で行く、入りました。さあ佐々木流星、 LJP くんスリーもあるぞ。やっぱり来た、スリーポイント決まった。第4クォーター残り5分を切りました。さあ LJP クトップの位置からまた決まった。連続スリーポイント。ゆっくりと時間をかけます LJP クピックアンドロール使ってまた打ってきた。スリーポイント LJP クさあローソン、そして LJP クさあどうする、打ってきた、決まった。ここから打ってきた、決まった。さあどうする、スリーポイント、ディープスリー決まった。52得点目。